なんだ、お母様。誕生日、俺の。お前よく覚えてるな、人の誕生日なんて。使わせてもらう、ありがとな。母さん。ああ、お前はバイトか？そっか。俺、撮影の待ち時間、コーヒー飲みに行くから。あ、お母さん、これガーデニングの本なんです。すごく面白いですよ。お茶ですか？いいですね。ご一緒します。お母さん。あなたを待っていたんです。あの、できれば一緒にお話ししながら帰りたいと思って。よかった。僕、話したいことがたくさんあるんです。いや、マミ、僕に何か用だろうか。うん、一緒に帰ろう。パンパカパーン、お母ちゃん誕生日おめでとう。女の子の誕生日を忘れたら騎乗窓か失格やで。それからこれプレゼントな。自分の好みようわからんで苦労したけど。よっしゃ、好感度バッチリ。え、いや、こっちの話。ほんじゃまたな。お、開けてくろ。その、なんか用か。エデ、一緒に帰ろう。おふくろ、お前って流行に敏感だよな。なあおふくろ、今度の日曜日だけどよ、なんか予定とかって入っちまったりしてるか。そうか、やっぱいろいろ忙しいよな。うん。あ、いや別に、ただ俺も部活で忙しくてよ。あ、お母さん、お母さん、野球部のマネージャーになったんですね。くしゃ、これからは部活の時も会えるっすね。はい、よろしくお願いします。よし、ますますやる気が出てきたっすよ。カヤンさん、奇遇だな。私も今帰るところだ。そうだな、それもいいだろう。お母様。驚いたよ。ちょうど今君のことを考えていたところだ。素敵な偶然だね。お母様。素敵な提案だね。お母様。そうだ、車で来ているから家まで送ってあげよう。楽しいドライブになりそうだな。さ、どうぞ。お母様。母さん、よう。俺急ぐんだよ、知ってるだろ。行くぞ、急げ。ママ。ああ。今度の日曜さ、
お前、空いてる？ああ、そっか。いや、俺も店出ようかなと思ってたから、じゃあ、よかった。おかん、まだいたのか。遅いな、どうした？待ってたってことはないよな。なんでもない。いいぞ、帰ろう。おかんくん、今から帰るのか。さては、自転車のカゴにカバンを入れようとしているな。ま、いいだろう。おっす、お母様。あのさ、ライラックってどれだ？姫…うわあ！花言葉なんて聞いてねえのに、なんで言うんだよ。とにかくないならいい。じゃな。あ、かなちゃん、これから帰りなん？うん、帰ろ帰ろ。ほんなら、オプションつけようか。腕組みオッケーやで。おかん先輩、やっと見つけた。ねえ、今度の日曜日って空いてる？空いてるよね？ああ、そうなんだ。なんだ。ごめん、じゃあいいや。なんでもないから忘れて。お母さん、これから帰るところ？もちろん、一緒に帰りましょう。よ、お母様。おお、見てた見てた。面白かったぞ、お前が熱演してて。一応な。ところで、お前この後時間あんの？そっか。だったら、校内見て回んねえか。腹も減ったし、安いもんだったらおごってやろう。食い物に釣られたな。本当にお前は食いじゃってんな。まあいいや。じゃあ行くか。お母様。母さん。お母さん。お母さん。マミー。お母ちゃん。おふくろ。おふくろ。おふくろ。お母さん。母さん。お母様。母さん。ママ。おかん。おかんくん。お母様。かなちゃん。おかん先輩。お母さん。お母様。